現在の宇治宇治は、三重県伊勢市の地名である。伊勢神宮内空の鳥居前町として発達してきた地域であり、三重県最大の観光都市伊勢を支えている。伊勢市街地の南東、伊須川の両岸に位置する平地と内空と下空の中間にある古い地球からなり、伊勢島を代表する観光地を形成している。競技には、伊須川の両岸の平地に広がる内空の 門前町のみを宇治と称し、古い地球は古い地として別個に扱う。伊勢市士によると宇治の範囲は以下の地区である。内空の森、日本書紀によると水人天皇26年に山和姫命が宇治に巡行した際、天照大臣がこの地に泊まりたいとしたため、急ぐとして創設されたのが高大神宮の始まりとされる。また考古学的には、 水流の緩やかな石津川のほとりであったことから、弥生時代頃から人々が定住し始めたと見られている。また、古墳時代のものと思われる道具が数多く出土している。645年の大火の改新以降に、磯群は高大神宮に改称され、皇室の祖先神として位置づけられるようになった。それ以降、荒木田氏が代々内宮のネギを世襲することとなった。 中世に入ると朝廷からの資金が届こるようになったことから、荘園開発に力を入れるようになる。また、伊勢国史の北畠氏を味方につけることに成功し、腰の活躍もあり、下空を要する山田よりも優位に立つことができた。南北朝時代には国史の北畠氏が南朝方についたことから、宇治も南朝の支配下に置かれた。室町時代には、渡来家行が、 伊勢神道を起こし、下空の方が内空よりも核が上であると主張を始める。これ以降、宇治と山田の地位が逆転するようになっていった。この背景には地理的特性も影響している。山田側はこの地理的優位性を利用して宇治へとつながる道を封鎖するなどして、三宮客が宇治に流れるのを阻止するという強硬策に打って出た。これに対し宇治は、 山田の町や神宮に火を放つなどして、王戦、以降、山田との対立の中で、宇治六号と総称される層が形成されるようになり、それらを統括する宇治会合年よりも組織された。これは、明治維新以後の近代国家成立までの間、宇治の自治組織として機能された。江戸時代には、おかげ参りの流行により大いに賑にわった。 そのような中で下空と内空の中間に位置する間の山に精進落としの町古市が成立するようになり、宇治に属することとなった。そうした中、山田奉行所が慶長8年に設置され、その管理下に置かれた。明治時代になると伊勢神宮が国家神道の頂点とされ、高祖神を祀る内空を要する宇治は国威発揚の場となった。 1889年には長い間対立してきた山田と共に宇治山田町になり、1906年に市政を施行した。市役所等の政治の権限は山田に移り、明治以降は伊勢の文化の中心地として成長していった。この時代には山田との連絡が強化され、国道一号や新都線が整備された。一方、江戸時代まで三景道の花形であった。 古市街道は、主要道から外され、古市の町は衰退した。1946年11月20日、戦後初の国立公園である伊勢島国立公園が誕生し、宇治も指定される。以降、国家神道から離れた観光地として賑わうこととなる。山田が衰退していく中で宇治は、観光地としての活路を見出し、日本の心の故郷は、なお健在である。 赤福の子会社である有限会社伊勢福が運営する内宮のおかげ横丁は江戸時代の伊勢さんを再現したテーマパークのような存在であり隣接するお払い町とともに人気観光地となっている赤福は観光のみならず伊勢全体の政治、経済、文化を通して影響力を持っておりは伊勢商工会議所回答を兼ねていたまた伝統企業の国際組織であるエノキアン 協会会員企業でもある、山田の側からは栄える宇治の象徴として見られることもある。また、平成不況以後、三重県内の河王自治下は下落し続けているものが、宇治だけは横ばいを続けている。山田とは異なり現在でも、宇治町という地名が残っていることもあり、宇治という故障は使用されている。ただし、抗議の宇治である、古市給料を宇治と呼ぶことは、ほとんどない。 伊勢市役所では、競技の宇治を、新治地区、古市丘陵を修道地区と称している。人口は2010年8月末現在、三重県営総合競技場陸上競技場、赤福本店競技の宇治地区。伊勢島を代表する観光地である。宇治館町内空の鎮座地。大部分が旧域林である。島市及び、鳥橋と隣接。人口237人。 宇治今在家町北部は宇治橋前であり内空の鳥居前になっている。南部は渡来郡南伊勢町まで続く広大な山林が広がり駒広市という小集落がある。人口200人。宇治中の雪町内空鳥居前町の中心部。江戸時代風の建築物がのを連ねる。人口186人。宇治浦田、宇治浦田町宇治で唯一。 町目が設定されている。内空鳥居前町の入り口。人口は、宇治浦田が2198人。浅吉旅館かつては大いに繁栄したが、現在はその映画を残すものは少ない。伊勢市役所の定義では、以下に加え、和町と中村町あざ桜が丘を含む。桜木町古市街道の終点にある坂道の住宅地。人口1110人。 中の町古市の繁栄を伝える施設が点在している。伊勢自動車道が町内を通過する。人口622人。古市町現在は繁栄の面影は見られず、住宅街となっている。近鉄賭場線が町内を通過する。人口765人。瀬戸町古市町に隣接する住宅地区。人口188人。AB、なるほど地図町。 日本2009競技の宇治地区が伊勢市立新治小学校の通学区と一致することから新治とも呼ぶ。地理的には山田の支配下にある大港などの開発にも取り組み内空医療とした。島国からの参拝を除き陸路、回路を使って宇治に行くには必ず山田を通らねばならなかった。しかし宇治の自治は基本的に 宇治会合を年寄りに任されたままであった。ただし、山田の一部であったは町と四郷の一部であった、中村町桜が丘を含む ABC 伊勢市、環境生活部戸籍住民課町別統計表。宇治山田市役所編。宇治山田市市下館宇治山田市役所。昭和4年3月5日。1690p。ありがとうございます。